ミッドナイト坊主のベータナイト日本。こんばんは、ミッドナイト坊主のデブキャンです。ヒューです。ミッドナイト坊主のベータナイト日本はハロプロ関係の時事ネタや雑談を15分くらいお送りするラジオ形式の番組となっております。週替わりでメインパーソナリティを変えて、基本は2人1組で毎週金曜日にお届けしてまいります。今回のメインパーソナリティは本日野球大会に行ってきたデブキャンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。行ってきました。久々の大会。どんぐらいぶり？でもそんなあれじゃなくない？いやいや、雨で流れてたんですよ、ずっと。だから大会自体は結構久しぶりで。いつ前のはいつだったっけ？1ヶ月前とかかな。7月とかじゃないかな。全然そんな久しぶりじゃないけど、ね、いや2ヶ月ぶりの試合ってことよ。でもまあでもそれは久しぶりか。そうか。そうで、久々に行きましたけども、今日はね、その大会が球場だったの。あ、そうなんだ。そうそうそう。で、球場でなんか管理人が甘々で、でも電光掲示板も好きにやっちゃっていいよとか、マイクも使っちゃっていいよみたいな。だから今回私たち動画でやりましたけど、入場曲というのをね導入しまして。え、マジで？だから打ち込んで、先に今回15人ぐらいで行ったけど、いや試合出るのは9人じゃん。で今回私先発ピッチャーをやったので、はい、で高校だったから先に投げるのね。でプレイボールっていうか、挨拶をするじゃん、最初に礼をするじゃん。で投球練習があるわけよ。投球練習の間ずっとこの地球の平和を本気で願ってるんでかけてもらって。いいじゃん。そう、ちょっとあとでね、見てない、動画送ったんだよね、お前らには。送ったっけ？送りました。多分何の動画か分かってなかったかもしれない、俺言ってない。あー、これか。ちゃんと見たいわ。確かに。そう、1分9秒、ツイッターに上げるかどうかちょっと分からないけども、私がピッチャーの投球練習をしてる最中に、その地縁本願がずっと流れてるっていう。めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃ盛り上がる。俺が投球練習してる間に、でんてってん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 流れてて、投球練習を始めると気持ちいい。でね、しっかり6回無失点ということで勝ちましたね。6回無失点なら勝ちますよね。7回までしかないからね。そう、5点、5対0で勝ちました。やっぱ強いね。メカニズムが分かんない。そう、私のチームも強いし、私が抑えてるメカニズムってのは分からないんですよ。その球速が速いとか変化球が曲がるとかっていうことは一切ないんですね。はい。だけど、なんだろうな、テンポの速さ、せっかちなんでね、僕、ポンポン投げちゃうの。なんか、嫌な理由だけど。せっかち、ポンポン投げても、来た球、どんどん投げて、で、たまにね、スライダーって言ってるけども、誰も認めてくれないスライダーがありますけども、私には。うん。あれで、今日でも1番バッターのね、相手が、うん、俺のその、自称スライダーを見て、やばい変化球持ってるって言ってましたよ。なんでなんだろうね。でも見たいもん、俺も打席立ってみたいもん。そう、お前らそのキャッチボールとかさ、やるときに雄大キャッチャーやってくれんじゃん。うん。で、アキロムとかラーメンとかも後ろで見てたりするけどさ、うん、誰一人やっぱ曲がってるって言わないじゃん、俺のスライダーを見て。そうだよ。そう、俺もね、投げてて曲がってるとは思ってないの。うん。けど、その打席に立った人たちが軒並み打てないっていうのよ。そう、だから立ってみたいよ、本当に。そう。で、今回もその、なんて言うんだろう。その球速とかじゃ測れない、その結果が出ちゃってるのね。まあそうだよな。そうそうそう。前の何回か野球の大会の話も私してますけども、ラジオで、うん、抑えてるんですよ。そうなんだよ、ね、なんやかんや。それからなんかとんでもないピンチだったとかいう話もなくね、うん、面白みもないまま大したことないピッチャーが軒並み関西を制してってるわけよ。だからこれ関西のあれがちょっと低いっていうパターンもあるから、ね、そうそう、それはね、思ってるというか、思ってるって言ったら失礼だけども、俺が活躍できちゃってる関西がダメなんじゃないかっていうところまで来てるね、もう。
だってキャッチボールしてる上ではその全然怖くもなんともないからね、ピッチャーとしては。そう、まあ、ちなみにそれはあの分かってる、みんな俺のチームの人もみんな分かってるの。そうなんだよね、不思議なもんだよね。そのコントロールは確かになんかブレない、ばらつかないというかさ、うん、まあ、球が遅い分そこはしっかりしてるんですけど、やっぱみんなスライダー曲がってるみたいな感じだね、キャッチャーとかも。そうだよね。でもやっぱ試合になると結果が出ちゃってるんですね。不思議なもんですね。今回あの試合の動画結構撮ってるからちょっとお前らに今度見せるわ。ああ、オッケーオッケー。そうですね、あのバッティングの方はちょっと撮ってないですけど、ピッチングの方撮ってきたんで。あ、そっちの方が気になるもんな。せっかくねレフトオーバー の激走のスリーベースもあったんだけども、これ撮れてないんですね。そこ見たかったな。そう、みんな俺も撮ってきやがったと思って、爆走スリーベースと、あとね、あのギュルン軟式だからさ、すごい回転のショーフライが上がって、あのサードが取れなくて、そのみんなファールにしようと粘ったらサードの方に行ったやつがファーストの線ぴったりに止まったヒットもねあったんですよ。このあの奇跡みたいなヒット、すごサードフライ取れなくてファーストにトントントンって転がったらファーストの線上にね止まって、あの見事ヒットになるっていう奇跡ヒット、奇跡じゃん。奇跡ヒットと爆走スリーベースがあったんですけど、ちょっとこれ取れてないんですね。取っといてよそれは。でもあのものの2分で終わる三者凡退は取れてます。これちょっと楽しみに、ちょっとまた今度見せたいと思います。楽しみにしてるわ。ということで今回はこのコーナーから始めていきましょう。ハロプロナイナイ。このコーナーでは毎週リスナーの皆さんから送られてきたハロプロには起こらないであろうハロプロナイナイを紹介するコーナーです。それでは早速読んでいきたいと思います。ラジオネームハッチ。小田さくら、麺類を食べるときは毎回ラララララチュルルって言ってる。だるだるいよ。麺類だと全部そうです。だるいってもうラーメン屋行けないわ。ラーメンもうどんもそばもそうめんも、あのパスタもでしょ、パスタもところてんとか もう麺類なら何でも。ところてんもなの。全部もうチュルルって言って食うやつ全部これです。じゃああれじゃん、こんにゃく畑とかも言うじゃん。あ、チュルル。あれもうあれはもともとあっち側から言われてるけどな、なんかラララチュルルみたいなこと。どこまで言うのそれ。ララウィーダーとかも言わないじゃん。え、ウィーダーとかも言わない。ウィーダーはちょっとなんて言うだろう、あれは違うかも、チュルルじゃないかも。あれは違うか、やっぱあの麺類ですすってる時のチュルルが欲しいかもしれん。いやでもちょっとやっぱうざい、それはちょっとうざいね。いや毎回言われてたら、でも毎回その微声聞こえると思ったらちょっといいかもしれんよ。でも尺がやっぱ尺が長いよ。ちょっと一口一口言ってるからねこれ。一口一口言うんだ、しかも。あ、そうだ、あのだってそんなおかしいじゃん、一口目だけラララララチュルル。おかしくはないのよ。一口目だけならまあ別にわかるよ全然。いや一口目だけ言って二口目から普通にって食ってたらそれもそれでね、お、あ、言わねえんだってなっちゃうじゃん。尺長いよ一口一口だとしたら。小田さん多分おちょぼ口だからね、これ多分だいぶ時間かかるね。どうするの、もしかしたらその小田さん麺類すすれない人かもしれないよ。だから言う、どん口に放り込むタイプ、どんどん。そうパクパク食べるタイプの。パクパク食べるならチュルルって言うなよな。チュルルってやってるやつが言ってんだ、ね、パクパクパクになっちゃう。これだからチュルルしてる人だけは言っていいからね。パクパク系ならこれあの小田さん今すぐやめてください。うん、多分俺のお母さんはじゃあそれみたいですね。あのパクパク系、パクパク系な。あ、じゃあお前の母ちゃんがさ麺類食うときにラララチュルルって言ったらさ、あのさすがに注意しろよ、恥ずかしいから。そんなやつ。うん、パクパク系のくせにチュルルは恥ずかしいから止めてやってくれよ。うん、チュルル系でもチュルルだったら恥ずかしいから注意しとくわ。チュルル系だったら全然いいですよ。よくねえだろ、親だぞ。親だぞってなんです。ラジオネームブルーレット置くだけ。上野真理子先生、大谷翔平の前だとメスの顔になる。嫌だな。だからあの T シャツをね着るときはいつもメスの顔してますよ。着たらね、着ることによって見えなくなるから。うん、今日もホームラン打ってましたからね大谷翔平。久しぶりのビッグフライ大谷さんが45号。
やばいよ。でも言ってほしいな。打った瞬間すぎるもん。ちょっと音が違うよな。バチャーンみたいな。打った瞬間すぎて打つ前から分かる。分かってる。なんか構えがかっこいいもんな、大谷なんて。そう、もうピッチャーの、ね、顔がもう見てらんない。もうな、こう振り返った時のピッチャーの顔で、やっぱ俺らはさ、メジャーリーガーってやっぱ一番すごいやつらじゃん、野球界の。でも大谷を前にした時のさ、今日のさ45号打たれたピッチャーなんか背中ちっちゃく見えたもん。そうなんだよ。だってさ、そのメジャーリーガーってさ、なんかちょっと怖いじゃん、やっぱ見た目というか。そう、ごっついしな、なんか髪の毛も網網だったりな。そうそうそう、そんなピッチャーをさ、あんな悲しそうな顔にさせるんだよ、大谷翔平。その顔で、その黒髪の青年がな。黒髪の大谷翔平の顔はさ、全く怖くないじゃん。怖くない、優しそうなやつだよ。そう、なのにその顔であのこわもてのメジャーリーガーたちを、うん、あんな悲しそうな顔にするんだ。そう、もうね、で、そう、本当に悲しそうな顔するよな、あいつらね。本当になんか、でしかもその後さ、そのピッチャーはやっぱさ、ピッチャーに専念し150キロ投げるぞってやってきたのにさ、今ホームラン打ったやつはさ、次の日にさ、ピッチャーって160キロ投げんだよ。泣いちゃうよ、そんな。そら上野先生もメスの顔するよな。そうだよな。であとこれ、俺あの一つ気になるのは、はい、あのこれ上野先生じゃなくて、これミツバチマキ先生だったら、まあ、誰の前だったらメスの顔になるのかだけちょっと気になる。確かにミツバチマキ先生はあのメスの顔にはならないですからね、そんな簡単には。そんな簡単にはなりませんよ。そうそうそう、だから誰の前だったらなるのかちょっと教えてほしいです。これちょっと知ってる方はぜひともメールでね、ミツバチマキ先生メスの顔にさせる男、まあ男とは断定しませんが、メスの顔にさせるもの、そう、それをちょっと送ってみてください。募集します。コーナーにする。ミツバチマキ先生新コーナーができた。新コーナー、ミツバチマキをメス顔にさせようっていうコーナーどうだろうな、どう、そのコンプラ的にいいのかどうかをちょっと吟味してから集まればちょっと紹介します。ちょっと皆さん、あの OK なのか OK じゃないのか判断するために何個か送ってみてください。そう、まあ、何でもいいよな。でなんか、いい、そう、ミツバチマキ先生に対するなんか、あ、これはちょっとやりすぎだなと思った瞬間にやらないです。ハロプロないないです。継続です。そう、なんかミツバチマキ先生、これは見たらメスの顔になりそうだなっていうものでも、マジとでも、そうです、理由とともにね。そう、さすがにその理由なしで急になんちゃらって言われた時のこっちの労力がとんでもないので、さすがに一言でもない理由を一つください。そうそう、こういう理由でメスの顔になると思います。そう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 、ちょっと今これ聞いてる人でね、いつも結構メール送ってくる人たちとか、あと YouTube にコメントしてくれる人は、そのこそっと DM なり YouTube のコメント欄なりに、ちょっと三橋先生もメスの顔にさせるものを送ってみてください。あまりそのめちゃめちゃふざけていいわけじゃないかもしれないのでね、ここはあのしっかり線引きしていきましょうね。我々が題材だから我々もしっかりと線引きをしていきましょうね。はい、頑張りましょう。こちらの番組は自然を美味しく楽しくカゴメムーブ、未来はその一歩の連続だ、川崎ブレイブサンダースの提供をお待ちしています。ミッドナイトボードのベータナイト日本。ミッドナイトボードのベータナイト日本。今週のハロプロ、今週のハロプロです、はい、ちょっとねないなないなと思って、あんまり大きなことがないなと思いながらも、一つはあったんだけども、ずっと一つは、一岡麗奈さんが写真集を出しました。はい、出しましたっていうか出します。そうですね、名前がチルレール、ね、電車っぽいね、ま、地下鉄のもう表記と、地下鉄の表記と もうほぼ一緒です。チルシャープレール、うん、で、22歳になった一岡麗奈さんが鎌倉七里ヶ浜を舞台として夏の一人旅っていう感じでやっていくらしいですね。七里ヶ浜
ですか。鎌倉シリーズだから、あのいつもさやっぱりハロプロの写真集といえば沖縄だったり、うん、なんかそういうなんていうの、海が綺麗なところに行くわけじゃないですか。そうですね。今回は鎌倉シリーズ浜でも完全に多分江ノ電ですね。ですね。江ノ電をメインに石岡さんの一人旅の様子をまあ写真集にしていくと。いや、七里ヶ浜ここで日の目を浴びることになるとはね。つまり日の目を浴びてなかったわけじゃないですけど、七里ヶ浜が。いやでも我々も、あ、俺でやっぱ神奈川県でさハローメンが写真集の撮影してくれるっていうのがなんか初めてだったの、ね、俺は嬉しいよね。嬉しい。あ、来たと思って、鎌倉七里ヶ浜来たと思ってね。だって多分もしかしたら七里ヶ浜高校のところ通ってるかもしれないからね。あれっていうか、あの写真集のさあれがあるじゃない、なんだろう、うん、予告動画みたいな。はいはいはい。そこら辺はあのその石岡さんが写真撮ってた砂浜とかは、うん、あの知ってますよ。というか、まあね、というかね、あのミッドナイトボーズ関連付けるならおそらくあのミスターマングースの仮面ドライバーのミュージックビデオ撮影師と同じだと思います。ああ、はい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 。これあの。ちょミスターマングスのミュージックビデオ皆さんちょっと見てきてくださいよって話なんですけど、ちょっと違うかな、ちょっと一岡さんの方があっち寄りかな、あのなんて言うんだろう、三浦寄りかなと思ったけども、はいはい、ただまああの七里ヶ浜ら辺のビーチで撮影されてましたけども、俺はあそこ見た瞬間にミスターマングースと同じじゃないと思ってあのびっくりしたね。そこは今何の話、いい、ミスターマングースが何ぞやと思った人は我々のエンディングのね曲を、うん、そのエンディングの曲を歌ってると言ったらあの我々が頼んだみたいになってるけど違うね、エンディングの曲に使用させていただいてるバンドのね、うん、方々ですけども、ミュージックビデオ見てきてください。で神奈川で写真、俺がさメインで話すとき誰かが写真集出すんだよ。あ、この前森さんか。そう、これが周期的なのか、あのなんかそういう 俺がそういう念を送っちゃってるのかわからないけども、それか狙われてるってパターンもありますよまあデブキャンなら写真集の話しても大丈夫かみたいなってのかな。そう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 、狙い撃ちされてるって可能性ありますね。まあ毎週写真集の話をできるのはとても光栄なのでありがたいですね。そうですよね、本当に。次は誰かな。ビヨンズね、7人目、ビヨンズ7人目か。あと誰だ、まあ、全員が出すとも限りませんからね、そんなのは。いやでもまあ、ミーミとかやっぱ。ミーミ、桃姫、平井さんも出してないね。あれあとはほのぴは、ほのぴさやちゃんか。そうだね。って感じか。そうね。いやー。楽しみにしましょう。楽しみですね。今後も、まあ、写真集だけでなくいろいろな活動を楽しみにしてますが、まあ、そのうちの一つに我々はね写真集を出すというのもね一つ大きなことなので、はい、そのタイトルもちょっと俺楽しみなの毎回。あ、ちょっとかけてくるタイプのやつもあるじゃん。あるね。全然関係なくファースト写真集の時もあるけども、今回の一岡さんみたいなチルレイル、別に超チルですねって話ですねでもう一つ、これ今日出た話なんですけど、はい、ジュースジュース上村あかりさん、アンジェルム川村彩乃さんが MC のテレビ番組が始まります。あ、出ました、ちょ見ました。確かに MBS 関西ですね、関西の 4チャンネルの毎日放送ですかね。その MBS の新番組、西の風ブランドという番組が始まるそうです。ちょっと読み方間違ってたらごめんなさいだけども、これは、どういう番組かと言いますと、あの西日本の各地を盛り上げる番組っぽいですね。全体的にはバラエティ番組です。あ、なるほどなるほど。情報バラエティで、まあ、ラジオもともとやってるらしいんですね、そういうラジオが。はい。それと連動してテレビ番組の裏側、ラジオではテレビの裏側を伝えたり、テレビでは西日本を盛り上げるものとかグルメとかを紹介する番組になってるっぽいですね。なるほどね。それは関西では普通にやるって言ったもんね。はい、関西の MBS だから、あの普通に東京で言ったらどこだろう、どこなの、 TBS なのかな。まあでも4チャンネルって言ったら日テレとかと同じ、それぐらい大きい感じですよ。へえ、すご。
そう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 、びっくりした。まあまあでかいよねこれ。普通のキー局だと思いますよ、関西の方では。じゃああれですね、関西に旅行行った時には絶対に見たいです、ね、月曜深夜0時59分っていう話ですからね。1時からかってことは、そう、まあ、しかも月曜深夜0時59分、まあ、この0時5分ハロドリ、じゃあいいじゃん、関西の人ハロドリ見れないからね。ハロドリないけどこっちあるから。そう、これなどういうあれなんだろうね、なんて言うんだろう、人選、関西出身ってこと。上村さんと川村さんなんだね、そこで。なんか川村さんわかんないよ、うん、その最近もうグンと来てるし、まあ確かにね、いろんな番組出てますしね、うん、ここで上村さんが、まあ上村さんもまあアドトクテとか出てたんでね、 MC ですからね。ちょ MC、まあ、ただ MC、まあね、MC っていうのは、まあ、そこのちょっと爆弾感っていうのもあるんじゃないですか。俺が、まあ、俺が平成ならとか気持ち悪い話をすると、うん、岸本さんも入れてほしいな。いや、まあ岸本さんもね、確かに岸本さんは MC 向きだから、まあ確かにね。しかも上村さんなんかは多分あの軽くね手なずけれますよ、裁けます、ね、川村さんがねどこまで上村さんをその裁けるかによってくるかなと思いますけどね。まあ確かに、そのもう完全におしとやかな2人で行くのか、ちょっと情報バラエティ遊びを入れるなら上村さんがちょっと暴走しても面白いのかなと思いますけども。そうですよね。このね東京一極集中が進みつつある昨今、西日本を盛り上げるべく地方創生に奮闘する各地を徹底取材しますという話らしいです。あー、いいですね。そういうでもそういうのをさ、俺らが見れたらその旅行とか行くときすごく参考になるけど、うん、なんか TVer とかでやってほしいな、やってほしいね。まあ、普通にハロータだから見るっていう入りでもいいから、その地方をね盛り上げるあれになればいいしね。そうそうそう、我々もハロータが地方を盛り上げれればね、ね、面白いことですから。我々はその神奈川県のね人間なんで、あんまりその東京一極集中の中の一人ですから。そうなんですよ、まあ、別に集中しに行ってるわけじゃなくて、もともと生まれたとこがそこだったっていう話なんだけども、まあ、そうやってね神奈川、東京神奈川に来た人がまた子供産んで、そこでまた人が増えてっていうのがね、そういう問題につながってるわけですから、うん、このテレビ番組を通して何かね面白い何かが起きればなと思いますね。ミッドナイト坊主のデータナイト日本。ミッドナイト坊主のデータナイト日本では皆様からのお便りをYouTube のコメント欄と Twitter の DM で募集しています。どしどしお便り待っています。まあ、多分、おそらくの方が知ってると思うんですけど、私、まあまあ、というか、結構ポジティブ。まあまあまあ。なんていうのかな、ポジティブ、前向きというか、よく言えば、まあ、ネガティブじゃないよな。よく言えばポジティブ、悪ければバカというか。なんかまあアホというか、ね、お前もな、だの勝負し、どっちがあれだろうな、強いだろうな、そのポジティブレベルでいったら。確かに、なんか悩み事とか相談しないとかじゃなくて、悩み事がないとかな。そうそう、だから俺負けたくないもんお前に、その悩み事だと思ってないんだろうな。そう、なんだ、悩み事がないって言ったら語弊があるのよ。その、まあ、確かに何も考えてないみたいじゃん。悩み事がないわけではないよ、確かに。悩み事はあるんだけども、別に解決に向けて動いてるから、それをなんか悩みとして捉えてなかったりとか、うん、まあなんかそのまあ大丈夫しちょみたいな感じで思っちゃったり、悩んで壊れちゃうとかはないかなっていう感じなのよ。そうだよね。そうないね。結構いろんな人がいる、いろんな人と関わっていく中でそういう気づきがあるじゃん。ああ俺ってあんまり気にしないタイプなんだとか。うん、で自分のポジティブはまあ何て言うんだろう、俺の中では、まあ、ポジティブだからいいようにしか捉えてないのね。まあね。で、まあ、今回そういう話なんだけども、で合同ゼミっていうのをこの前やったわけ、大学で、はいはいはい、例えば私の大学と他の大学とその合同でゼミをやるみたいな、朝から夕方まで議論をし合うみたいなね、うん、ちょっとお相手の大学は賢めの、はい、あのイニシャルがK と O のね、とても優秀な学校をとやったわけですよ。某 KO 大学ですね。K と O ですよ。その、はい、
KO という大学のゼミの方とねちょっとやったわけですよ、はい、で俺はなんだろうゼミの中でその K と O の大学との合同ゼミやるにあたって実行委員やってくれないかみたいなことをね言われたわけ、はい、こういうでも責任を伴うことはあんまり好きではないんですけどもまあまあまあやってと頼まれたら別に断るあれもないしまあまあ、はい、とりあえずやろうと思って実行委員になったんですよ。で Zoom とかあのメッセンジャーとかで他の大学のねその人と綿密にスケジュールを立ててじゃあこの時間からこの時間までは自分たちの研究発表をしたりこの時間からこの時間はなんか討論問題について討論したりみたいなことを決めたのね事細かに、はい、もう9時から、4時まで長そう長いよな、うん、例年はもっと長いらしいでも、結構ねそう毎年やってるらしいんだけどもその先輩からも聞きながら、うんまあ、まあオンラインだからいいんじゃないみたいなこの時間ぐらいでみたいな感じだったの。そうなんだ。そうそうそう。まあ俺もねそのいい合同ゼミになるように我々の大学が何だろう学びになるような、はい、相手側が賢いからさどうぞよろしくお願いしますみたいな感じで行くわけよ、うん、で午前中は自分の研究発表を基本的にして、うん、アイデアとかね感想とか相手側のゼミのその室長研究室の先生からなんかアイデアとかこの本読んだら君の研究をもっと深まるよみたいなこともねもらったりして、結構そういうのってさあんまりないわけよ俺たち生徒生徒でいつもやってるから。あこの本いいよとかじゃなくて他の視点からこういうことももっと調べたら面白いんじゃないですかみたいな、うん、詳しく言うとなんていうの俺は今ラジオとかテレビとかのメディア関係の研究をしてるわけね、うん、で俺のゼミにはメディア関係のが好きな人が集まってるってわけでもないのよ。あ俺はメディアだけど俺あの他の人は例えばゴミ問題だったり、はい、大阪のなんか財政の地域格差とかだったり、あ、はいはいはい、アフガニスタンの戦争問題だったり、うん、マジでバラバラなの、ね、幅広いね。そうでもうち の,、ね、そのゼミのいいところはそのいろんな視点があるからこそ自分の研究を幅広い視点から見れるよねっていう、うん、でいろんな人からコメントもらってんだけどさらに他のゼミとやることによってまた新たな気づきがあったりみたいな、これまた面白いなと。普通あのいい学びになってるわけです午前中は、うん、で午後は、討論しますっていう話をしたんだけど討論が何のやっぱ議題が必要なわけで何の議題かなと思ったら相手側が、はい、じゃあ今度ある衆議院選挙とかどうですかみたいな。はいはいはい、俺はねまあ皆さんも よく知ってるというか、まあ、知ってる方もいると思うんですけど自分の興味のあることはものすごい好きなんだけど興味がないと一切情報が入ってこない、うん、マジで知らないからね。そうそので衆議院選挙とかは知っといた方がいいに越したことはないんだよ。アニメとか別にいいじゃん実際。まあね、ただちょっと本当選挙とかが本当になんかよく分かんなくて複雑で、うん、で本当に興味ないんだよね。でちょっとやりにくいなと思いながらも、まあ、事前に調べたりして、うん、衆議院選挙の課題だったり問題だったりあとまあ今度の衆議院選挙の見どころをまとめましょうみたいな、はいはいはい、でディスカッションしていくわけで俺はねあの一票の格差っていうところに着目してその討論を進めるわけね、うん、一票の格差っていうのは分かる？なんかなんとなく分かるよ。なんかもう地域ごとに人数が多いから東京だと1人の価値が低くて他の地方だと1人の持ってる価値が重いよねみたいな、それは一票の格差じゃないのかみたいな話なんですよ。はい。でまあ課題点だって改善こうやったらいいんじゃないのみたいな改善点とかをそのいろんな人とディスカッションしていくわけですよ。はい。で俺はねそのやっぱ合同ゼミで実行委員長ですよ。いいとこ見せたいじゃん。衆議院選挙も分かってますよって思いたいじゃん。でやっぱ自分が思う改善点みたいな、こうなったら衆議院選挙もっと良くなるんじゃないの、一票の格差埋まるんじゃないのみたいなことを発表するわけ、うん、で俺は地域の人数を母数としてそっからその格差ってなくすために議席数っていうのを母数ごとに変えていけばいいんじゃないのっていう提案したわけ。はい。言ってること分かるかな。うん。その東京は人数が多いからその分議席数も今2とか3だけどもっと多くしちゃえばいいんじゃないのみたいな、そしたら1票の格差埋まるんじゃないって言ったら、
あの相手側の人が、あ、それはアダムズ方式ですねって言われたわけ。ああ、はい、経済学者のとかの、あ、なんか、うん、あ、いるよね、アダムズみたいな。アダムズ方式ですね。へえ。じゃあもう一個もう一個と思って、で一旦その選挙区とかじゃなくて比例代表みたいな、もう、はい、もらった票数分何人か受かっていくみたいなのの個人名、比例代表って政党だからその個人名的なことにすればいいんじゃないのって言ったの。うん、したら、あ、非構想名簿式ですねって言われたの。ほうほう。俺がね言ったアイデアみたいな、こうやったら一票の格差埋まるんじゃないみたいなアイデアが、あのことごとくもともとあるのよ。うん、その俺は選挙全く詳しくないし、その周りと比べるとね、他のゼミ人と比べると無知だから、みんなは知ってるから言ってなかっただけで、そのアダムズ方式とか非構想名簿式とか、はいはいはい、そみんな知ってることを俺はそのただただ細かく砕いてこういった方々と喋ってるだけなのね。説明してくれただけになっちゃった、ね、あ、そうもともとあるアダムズ方式の説明をしたのねみたいな感じになってるから、そのまあでもその教授がねもう見かねて、まあアダムズ方式が分かんない人もいるかもしれないから、一応そのどれぐらいいるのかな、ちょっと手挙げてみてみたいな感じだったので、ズームの機能で挙手がありますね。 あるね。手挙げてみたら、あの俺だけ。マジで、みんな知って、みんな知ってんだね、そういうことは。まあもともと事前学習とかもしてるのかな、そのディスカッションに。 ね俺は分かんない、ちなみにアダムズ方式なんて言われても分かんないし。そうね、非構想名簿式って初めて聞いたでしょ。そう、初めて聞いたし、だって今もうなんかそのどういう字書くのとかもあんま分かんない、非構想もあんま分かんない。そうでしょ、分かんないよね。分かんない、よかった、怖いよ。でゼミ終わった後にさ、その合同ゼミが終わって、お疲れ様でした、実行委員の人もありがとうございましたみたいな感じで、うん、でその後にゼミ終わった後にちょっと残って、そのズームでね、自分のゼミの検温良かったねみたいなお話をしてた時に、ゼミの人がねボソッと、まあ今日はなんか知らないことを知れて良かったねみたいな、別に手挙げるとか全然恥ずかしいことじゃないよみたいなこと言われたの。俺はそのなんて言うんだろう、その俺ポジティブだからさ、そのアダムズ方式分かんない人いたら手挙げてみたいな時に一人だけ手挙げてたけど、その前に俺自分のアイデアがさ、ことごとく今その議論されてる名前があるぐらい有名な方式だったわけじゃんか。アダムズ方式知らないのにアダムズ方式生み出してるわけじゃん俺って。うん、言ってる、非構想名簿式を知らないのに非構想名簿式を言ったわけじゃん。うん、てか俺世が世だったらそのとんでもない政策立案人間になってたなと思ってずっと思ってたの。確かにね、これあの世の中がその、うん、早かっただけで、そうだよな、俺が生まれるのが遅かっただけで、俺 もうちょっとって早く生まれてたらとんでもない人材だったよな。そう、マジ1900年とか1800年とかに生まれてたら、生まれてじゃあ一票の格差どうしようかって言った時に、俺がこのアダムズ方式と今呼ばれてるやつをね、うん、こう普通にポンって言ったら、これ奥出す方式になってるわけだからなってたよな俺議会凍るよな。そうそう、こいつすごい提案してきたぞってなるわけじゃん。別に俺アダムズ方式知らないままアダムズ方式言ってるから、でこれって多分そういう何だろう、 そこでまた何だろう、あ俺やっぱ恥ずかしいと思ってなかったわと思って、その知らないことというか、その一人だけ知らなかったこと、普通はさ何て言うんだろう、その自分だけ知らなかったら、うわみんな知ってるわ恥ずかしいってなるのかもしれないけど、うん、俺その自分が言ったことがねもともとある方式だったりやり方だったりした時に、恥ずかしいより先に、あ俺が生まれるのが後すぎたのかと思っただけだったのね。そうだな、だってその考えはめちゃくちゃ合ってるってことだ。そう俺が思ったことは世にあるってことは認められてたってわけじゃん。で俺はその認められてたものを知らないまま認められることを言っただけだから、うん、あの恥ずかしいより先に、あ俺やっぱいい発想してんなだったから。な、俺もそう思うわやっぱなんかそのちょっとしたニュアンスの違いで俺めちゃめちゃいい気持ちになってるから、ポジティブっていうのは絶対人生豊かにしてるなっていうお話です。そう、やっぱいいよね、ポジティブなのいいよね。いい、あのまあ、その人がさ
なんで気使ってくれたんだと思うんだよね、恥ずかしいことじゃないよって。その気にしてると思ったのかもしれないけど、あのまあこのラジオは聞いてないんだろうけども、俺はあの気にしてないどころかちょっと嬉しかったからあのもともとあったのが、世が世だったらね、その奥田図方式だったり、ね、面白いね、何かが生まれてたかもしれないと思うと、自分の能力をねまだまだ信じられるなというか、ね、そうだよね、やっぱポジティブなのいいよね。だって最近のあのさ、最近そのこの前だけど、あの褒めるのあったじゃん、褒めるくだり、はい、褒めるくだりとか褒める動画もあったし、最近我々がやってるの褒めるくだりね、あの昼飯褒めるでやったじゃん、うん、やってる。あ、俺あのそれからさ、俺結構褒めてんの人のこと、うん、結構もうすぐ、え、いいねってすぐ言うんだ俺、うん、めっちゃ楽しいよあれ。え、そうだよな、あのなんて言うんだろうな、今聞いてる人 何言ってんだろうと思ってるかもしれないけど、我々いつもお昼が丸亀製麺に行くじゃん、うん、で丸亀製麺で相手が頼んだやつをめちゃめちゃ褒めるっていうくだりがあるのね。ただ、うん、相手が買った昼飯を褒めるだけの時間があるんだよね。お前ここでイカ天行くの、え、さすがにすごいわお前、え、めちゃめちゃいいセンスしてるみたいなね。え、お前何、釜揚げの波、それいくら290円、めっちゃいいじゃん、めっちゃ安いないいねみたいなね。そうそう、なんか何でも褒めるっていうのがあの楽しいんだよな。これめちゃくちゃ楽しいからね、みんなやってみたらいいと思う、本当に。そう、たまにいるじゃんか、何でも否定するやつ。いや、お前ここで釜揚げ波がな、今期間限定やってんだからそっちの方がいいってみたいなね。あれって、うん、あの言われてる方も言ってる方も一つも楽しくないんですよ。そう、まあ、まあ気持ちは分かるけどね、そういうふうに言うような気持ちは分かるんだけど、ね、お前もこれ食ってみって意味なんだろうけど、違う、もうあのただそこでね、相手の人生を変えることじゃないじゃん、別にうどん選びぐらい。そう、真剣に悩んでる人に何でもいいねって言うんじゃなくて、あのマジどうでもいいとこでめっちゃ褒めるのね。そうなんだよ、うどん楽しいからね。そう、うどんぐらいなんて別に褒められたってけなされたってどうだっていいじゃんか、ちょっとけなされたら気分悪くなるぐらいなんだから、だったらもう完全に相手のやったことを肯定するっていうね。マジ買ったうどんを褒められるのめちゃくちゃ楽しいからね。お前それは分かってるとかな。いや、ここでお前それ頼むセンスはいいわ、マジで。やっぱセンスいいって褒められるのめっちゃ嬉しいから。ここでってまずどこでだよって話だし、そもそも、ま、いつものそうだろうっていう。そんでもそんな細かいこと気にせずね、やっぱ選んだうどん褒められてるのに気持ちよくなっちゃってるから。しかも うどん選んだうどん褒めるのもめっちゃ楽しい、褒めるのもあの褒めてる方も楽しいし褒められてる方も楽しいから、あれ多分一生飽きない遊びなんだよな。そう、マジであれ多分一生できると思う、あの遊び。ちょ、皆さんちょっと今の話聞いてね、友達とやってみてくださいよ。あの すごい幸せな時間だから、あれってポジティブに生きてください皆さんも。ポジティブが今のところ楽しいなっていうのは証明済みです。でもポジティブじゃないのもそれはそれでやっぱ、うん、その人の良さがあるから、それはそれでも全然 OK です。個性ですから、ポジティブになろうと思ってなるんじゃなくて、まあ、ありのままの自分を愛せるような人間ってのが一番素晴らしいと思います。それがやっぱいいですからね、うん、皆さんありのままの自分っていうのがやっぱセンスいいから。そう、そう、このラジオ聞いて、あ、やっぱポジティブいいな、俺もポジティブになろうって思うんじゃなくて、気づいたらポジティブだったってだけですから、我々も別にポジティブになりたいだけなくてポジティブだっただけですから、まあ、皆さんは皆さんで絶対にいいセンス持ってるから、これね、自分信じてください。ミッドナイト坊主のベータナイト日本。さて今回もエンディングですが、はい、やっぱ褒めるのいいよな。そうだって前もだってここでエンディング行くのマジセンスめっちゃいい。お前そのここでそういう一言が言えるお前のセンスが素晴らしい。本当にこれ終わんないからね、これね。褒め合うだけの時間とか一番楽しい。褒め合いとこの応酬がさ続いてさ。でその2人とも気分よくやってさ、で
ニッコニコで終わるだけだから。そう、このラリーの間、ラリーの間、あの幸せな時間でしかないから。そうだね、何一つ嫌なことがない。これ楽しいよ。いやマジでこれいい遊び思いついたよマジで。何がきっかけか覚えてないけど、最近だよな。でもこの前先週のその撮影の昼飯行って丸亀行った時よ、多分。いつだっけ、その時からだっけ。その時になんか急に急にその、 あの天ぷら褒め出してます、ね、天ぷらあれじゃない、クーポンがあったんじゃない。ああそうだそうだ、思い出した。クーポンでお前がなんか何食ったんだっけ、あの時。柏が無料だった。柏店無料で、柏無料だったんだっけ。そうで、あとね、なんだっけ、あの野菜じゃない、かき揚げが半額だったんだよ。あ違う、で柏無料で、柏無料だから取るに決まってんじゃん。で取るに決まってる柏を取って、お前ここで柏を選手であるって言ったらそっからだ。そうだ、いや俺ここセンスあるみたいな話になって、で俺お前が多分俺のあのかき揚げ見て、いやお前揚げたてのかき揚げ取るセンス最高みたいなこと言って。そうだ、そっからだな。そっからなんかあの普通にバイト先でもやってたよな。そうずーっとやってるな、これずーっとやってる、これこれ面白いんだよな。いい、楽しい、ほんといい。しかもね、ずっとできるから、ほんといい暇つぶしにもなるし、いい相手のこと褒めるっていう暇つぶしがな、今最強の暇つぶしでしょ。今一番楽しい、今この遊びが一番センスいいですから。一番これ流行ってほしい、うん、そう、世の中で一番流行ってほしい遊びだから、これが楽しみだな。これが世の中で流行った時が一番楽しみだわ。いやこれだって俺もう早くあの来週になってほしいもんね。あの早くお前らと会って、早く早く俺も褒めたいし褒められたいもん。これが流行ったら俺らの名前つく可能性あるからね。確かに、これこの現象がな、さっきのアダムズ方式みたいになる可能性あるからね。やばい、考えとかなきゃな、こういう遊び。そうだよ、まあ、でもこれ多分誰がつけてもいいセンスのね名前になると思うから、まあ、みんなで決めましょ う、まあ、我々センスの塊ですから。来週もねハロプロで楽しんでいきましょう。今宵も素敵な夜をお過ごしください。それではバイチューン。